ないんですよ。自民党ですらが我々野党と合意をして北朝鮮非難決議をしっかり半分の用意してますよね。それは安倍さんの独断でですね、その決議もすっ飛ばしてですね、それで解散をした。皆さん、この真意はお分かりですよね。もうメディアでもテレビでも新聞でも報道されている通り、明らかにこれは森友かけ疑惑隠しなんですね。まあ、私は元官邸勤務、総理大臣秘書官もやらせていただきました自民党政権、まあ、情報を集めますとですね、やっぱり安倍さんは森友の物事を聞いただけでもう無実が走ると、家計の彼女を聞いただけでもう神経が消耗して消耗して困るそうですね。だからもう一気にこの解散に持ち込む。しかし皆さん、どう考えですか。森友家計問題って一体何が問題なんでしょうか。それは安倍さんと総理大臣とお友達から甘い汁が吸えるんでしょうかと。安倍さんと親しければ37億円の時がポーンとタダでいただけるんでしょうか。そういう問題だと思いますね。こんなことを許していたら、皆さんのように期待に汗して真面目に働く人がバカを見る世の中になってしまうじゃないですか。だからこれは徹底的に追及すべき問題なんです。野党はですね、落合桜井氏も私、田中健二もですね、何も好き好んで追及してるわけじゃないんですよ。だって安倍夫妻が起こした問題ですからね。これ野党が引き起こした問題とは何でもないですから。安倍夫妻がですね、歴代総理大臣のモラルを打ち破ってですね、あんな安倍夫人がですよ、一私学ですよ、一私立小学校のですね、名誉会長、名誉校長なんてなるわけがないんですよ。今までの自民党の歴代総理大臣だって、総理大臣というのは全国の代表です。総理夫人はその代理ですから。私だけにも元橋本龍太郎総理大臣の秘書官をやって、橋本久美子夫人担当でした。私だけにが一番戒めていたことは、総理夫人といえども全国民の代表者である総理の代理でございますので、絶対一私企業であるとか、一私学であるとか、一私人のためにですね、名誉校長で何であれ肩書きを貸したり、公園に行ったり、挨拶文を寄せたりということはありえません。その最低限のモラルを打ち破ってですね、堂々とですね、安倍夫妻が死亡したのが森友の掛け問題じゃありませんか。だってそうじゃなきゃあの頭の答えですよ。誇り高い財務省が、私はあの財務省、財務省がですね、トントン拍子に異常な手続きですね、こんな小学校認可や、そして中学校認可するわけがないじゃないですか、ね、そんなの当たり前じゃないですか。 100% 黒なんですね。ですから我々は、この私枝田健二も落合隆一と当選をさせていただければ、この問題は決してないがしろにしません。徹底的に追及していきますよ。ただ問題は政策です。さっきちょっと言いかけました、アベノミクスは単に強いものをさらに強くしただけ、お金持ちをさらに大金持ちにしただけ、庶民の生活には全く根拠がありません。ですからぜひともですね、あの政策で皆様の懐を、家計を潤す政策に転換をしてまいります。なぜ今景気が悪いかと言いますと、経済の6割を占める消費が悪いんですよ。消費というのは皆さんのお買い物ですよね。主婦の皆さんの財布の紐が締まってね、だから景気が悪いんですから、我々は、落合隆之はですね、しっかりそこに着目をして、介護や年金や子育て支援、教育の無償化でしっかり税金を皆さんに振り向けていけばですね、結果的に皆さんの懐が温かくなる、ちょっと財布の紐が緩む、お買い物を増やしていただける、それでは景気回復につながって皆さんの給料は年金も確保されるということになりますから、これは何も私が刑事が勝手に言ってる話じゃなくて、 OECD というパリにある国際機関もしっかり報告書を出している世界の常識の政策なんですね。ですからまず言ってアベノミクスを展開しましょう。皆さんに何の効き目もないアベノミクスを展開して、皆さんの懐を、家計を潤すですね、政策に転換をしてまいりましょう。上から目線のですね、金持ちが大金持ちになったらそこからお金を恵んでやるよと、
滴り落ちるようにおこぼれを頂戴しようなんていうですね、アベノミクスは転換をして、しっかりと下から目線の底上げの皆さんの庶民の懐にしっかりとですね、着目したということに転換をしていきたいと思います。そして皆さん、再来年10月から消費税がまた 10% に上がりますけど、受け入れますか？また10% 上がるんですよ。国会議員の役人は身を切ってますか？国会議員の給料なんか1円も減ってないんですよ。大震災直後2割カットしました、国会議員の給料2割で、皆さんも所得税と住民税まだ上がってるんですよ。25年間震災復興のためにお金がいるから、それで皆さんにはですよ、ずっと増税25年間お願いしておきながら、国会議員の給料2割カットはたった2年で満額に戻したんですよ。誰がそれをしたんでしょうか？自民党と公明党じゃありませんか。我々は反対したんですよ。国民の皆さんに負担を求めるなら、国会議員の給料2割カットはこれからも続けましょうってやったんですよ。しかし自民党と公明党はですね、何があれか分かりませんけれども、もっと満額に戻しちゃってるんですよ。これが自民党公明党の政治じゃありませんか。皆さんどうですか？皆さん、こんな政治にレッドカードを引きながらダメなんです。国会議員や役人がのうのうと暮らしているのに、国民だけにですね、再来年10月から消費税増税を押し付ける、そんな政治を許しちゃいけません。落合孝一立憲民主党はですね、はっきりと増税凍結と、増税の前にやるべきことがあるだろうと、国会議員や役人が身を切ってこそですね、初めて皆様に頭を下げてご負担をお願いできるんではないでしょうか。そして最後に原発です。原発ゼロと、はっきり言ってるのも落合孝之なんですね。もう原発なくしましょう。皆さん、福島大原発事故の時にですね、仮に風向きが南だったら、そこ共同も世田谷も東京も壊滅でしたよ。あの時皆さん、北北西に風が吹いていたから我々は助かったんです。私だけじゃ横浜の住人です、助かったんですよ。その代わりですよ、北北西にあった飯舘村とかなんとかいろんな町ですね、私も被災直後に行きましたけど、全滅したんですよ、北北西の町は。なぜその日本人がですね、原発ゼロと言えないでしょうか。なぜドイツのメルケル首相は福島事故を見て原発推進から原発ゼロに舵を切ったというのに、なぜ日本人、その広島と長崎の被爆経験もある日本人が、なんで原発ゼロと言えないんですか。それはまた自民党が政権取ってるからですよ。原発村という言葉があります。原発利権という言葉があります。原発には大きなお金が動きます。そこからキックバックで企業権利という形で甘い汁を吸おうという自民党の政治家が今政権を取ってるから、原発ゼロと言えないところか、原発推進ですよ。皆さん、自民党安倍政権は基幹電源、原発をですね、英語で言うとベースロード電源、日本語で言うと基幹電源、木というのは基礎の木です、幹というのは幹です。まさに中心的な役割を原発に担わせるという政策を打ち出してるんですよ。原発推進、そして原発をどんどん動かしてるじゃありませんか。原発動かしたら核のゴミが出るんですよ。世田谷の皆さん、共同の皆さん、核のゴミここで引き受けますか。誰も引き受けてないんですよ。捨て場所がないんですよ。しかし自民党政権はですね、目つぶってママよと言ってですね、原発を動かそうとして動いてるじゃありませんか。核のゴミがどん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 溢れ出る、その溢れ出る核のゴミは誰も引き取れ、捨て場所がない、トイレのないマンションと言いますよね。原発はトイレのないマンションなんですよ。どこの会社がトイレのないマンションを生み出すんでしょうか。どこの人が、誰がトイレのマンションを買うんですか。それを自転してるのが自民党選挙ありませんか。もう皆さん、ぜひですね、この選挙区でもなんか自民党の政党が強いらしいですよ。私は健二と昔自民党政権を官邸で支えましたけども、名前すら知らない人がその辺で立ってるらしいですけどね、何をやったんですかね。こんな原発推進、増税推進、金持ちをさらに大金持ちの政策に賛成している人よりもですね、ぜひこの落合孝之という立憲民主党です、とにかく皆さんの生活に寄り添ってしっかりとですね、生活を豊かにする、こういった政策を訴える落合孝之にですね、皆様の一票一票でいいんです。もう
汚い組織票いりません。大きな組織をもらったり、原発村からお金もらったり、公共事業をばらまいてコンクリート会社からですね、いっぱいですねお金もらって戦っている自民党政治家には絶対に皆さん本位の政治はできません。特定の業界や特定の原発村のために働く、それが自民党政治の正体じゃありませんか。ぜひ皆さん、世田谷区民にふさわしい代表をですね、ぜひ選んでいただきたいんです。落合隆之君は私田健二の秘書をですね、5年間かな務めてくれました。本当にまっすぐな、裏表もないクリーンな、しがらみのない政治家でございます。まだ若い、これからぐんぐん伸びる有望株でもございます。ぜひ世田谷区民の皆さん、共同の皆さんに育っていただければですね、必ず大政治家になる男だと私田健二も期待をしております。ぜひ皆さん、この落合隆之今大激戦ですね、激しくですね、自民党候補を追ってるんですね、追ってるんですね。ぜひ皆さんですね、当選をさせていただいたら、私田健二は今無所属で戦っております。全国で2、30人も今回異例なことに無所属で戦う人間がいるんですね。それは希望の党にはいかないと、そう決断した、まあ多少は皆さん骨のある政治家だとご評価をください。そういう連中とですね、私ども、落合隆之、立憲民主党の枝野幸男代表、私枝健二も常に協議を 今でもしております。必ず選挙後はですね、誰かさんに分断された野党をもう一度束ねて、自民党に対抗できるしっかりとした日本に二大政党を作って、お互い少しでも国民無視の政治をすれば相手のライバル政党にとって変わられるんだという、その緊張感の中からしか国民本位の政治は絶対に生まれないということを皆さんに最後にお伝えしまして、私田健二の落合隆之への応援とさせていただきます。どうもご清聴皆さんありがとうございました。この貴重な選挙戦、ご自身も無所属で選挙戦を戦われている民進党元代表代行